中野和夫とは、日本の映画監督。京都府京都市出身。京都市立日吉が、岡高等学校、京都産業大学、日本映画学校卒業。大学卒業後上京し、日本映画学校に入学し3年間映画制作を学ぶ。2000年、卒業制作、万歳人生真っ赤赤。で、日本映画学校、今村翔平賞。 タマニューウェーブグランプリなどを受賞。日本映画学校卒業後、映画、テレビの助監督やテレビのディレクターを経て、2006年にロケットパンチを君に、で6年ぶりに監督を務め、広島映像展グランプリ、水戸短編映像祭準グランプリなど3つのグランプリを含む7つの賞を受賞した。2008年には文化庁若手映画作家育成プロジェクトに選出され、 35mm フィルムで制作した短編映画、琥珀色のキラキラが高い評価を得る。2012年、自身初の長編映画、父を取りにが、スキップシティ国際リーシネマ映画祭2012で、国際長編コンペティション部門にて、監督賞とスキップシティアワードを W 受賞。それに伴い、 同作が、スキップシティリーシネマプロジェクト第三弾作品として2013年2月16日に劇場公開され、さらに第63回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門に正式招待された。以後も、同作は、多数の国内外の映画祭に正式招待され、賞を受けたほか、監督自身も、第5回多摩映画賞最優秀新進監督賞、第35回横浜映画祭、 森田義光メモリアル新人監督賞第23回日本映画批評家大賞新人監督賞を受賞した。2016年、湯を沸かすほどの熱い愛で商業映画デビューを果たすと、その年の国内の主要な映画賞を次々と受賞。高校時代の同級生にブラックマヨネーズの吉田、隆史やタレントのむぐるまなながいる。 記事のある作品に対しては表彰対象が本人のもののみを記載。ありがとうございます。